柳柳瀬瀬文君、はいえー、日本史の今回、さまざ、あ、まなあの先生方が、えー、この編入学試験の受験資格対象校の追加について、えー、議論されていました。えー、で私もこの点について、ですね何かあの異論があるわけではないので、これについては、えー、いいんですけれども、あの私はですねこの入学資格全般の一般論についてですね、ちょっとあの、 ベーシックな部分にさせていいいいたたただきたいとういうふうに思いました、えー、我が国における高等教育機関、まあ、大学の受験資格は、まあ、高等学校を卒業したものというのが基本となっています、まあ、つまり18歳にならないと大学等には入学できないと。 特例として、高等学校に2年以上在籍した生徒であれば、まあ、17歳から飛び級として大学に入学できる制度もあるということですけれども、まあ、これはあるにはあるということですが、まあ、それより早く大学に入学する制度は存在していません。えー、でもこれをです、ね、諸外国に目を向けてみると、まあ、我が国のようにまあ硬直した制度とはなっていなくて、まあ、例えばあの、数論における極めて重要な未解決問題であった、まあ、ABC 予想。 を肯定的に証明した京都大学の望月新一教授の例を言うとですね、16歳でプリンストン大学に入学して、19歳で卒業、23歳で博士後期課程を修了して、PhD を取得していると、で、京都大学の助手に採用されて、27歳で助教授、32歳で教授となったと、こういった事例がございます。またあの有名なあのテレンス・タオー 教授は9歳でオーストラリアのフリンダース大学に入学、16歳で同卒業。 20歳でプリンストン大学博士後期課程を修了して博士の学位を取得して24歳でカリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授となったと、まあ、こういった事例がございます、まあ、いずれもあの今あの研究の最前線で活躍するう、まあ、数学の研究者ということでも過去の歴史の話ではありませんで他の国の例としてですね、フランスの教育制度を紹介しますと、まあ、義務教育は6歳以上16歳未満の10年間、えー、とされていて、まあ、学校種で区切られていないんですね、まあ、小中学校 あの小学校、中学校、高校とかま区切られていなくて、これは留年飛び級が共存していて、能力が高い生徒はより発展的な内容を早くから学ぶことができ、集習熟度が高くない生徒はまあ理解が深まるまでえ教育を受けられることを意味しています。ですからまあまあずっとお なかなかあの理解ができない場合には、小学校2年生程度ずっと続けるみたいな、ですねそれで16歳になって卒業するみたいな、そういうこともあり得るということであります。で我が国は、まあ、高校での留と というのはあるわけですけれども、飛び級はこの17歳での大学入学を除いて認められていないという現状であります。まあ、こういう諸外国のですね教育制度と比較したときに、まあ、学年と年齢がほとんど一致しているという、我が国の教育制度の方がまが特殊な事例になるのかなというふうに思います。そ、ま、そ、あ、そうすするとですね、まあ、そもそもなぜこののの大学受受験験資資格格高高等教育機関の受験資格を高校卒業者 として事実上最低年齢まあ17歳ということですけれどもこれを定めているのかということですけれどもこの点についてちょっとお伺いしたいと思います森田審議官お答え申し上げますご指摘のとおり大学入学資格を有する者は高等学校と卒業したものを原則とし一部高校2年生修了からの都議入学が認められるという制度になっております でこのようになっている現行制度上の理由でございますが、えー、これは大学に入学した後における大学での学習や、学生生活への円滑な適用、あるいは生徒の発達段階、全人格的な成長などの観点を勘案して、現行のような制度になっているところでございます柳瀬委員。ですからあの、もう全人,人格的な成長。 が必要だみたいいなそういうことですね大学に入るのにそういうものが必要だということだからこの年齢を区切っているということなんですけれども果たしてちょっとそれがこうなんていうんですかね今の例えば30年間成長してこなかっただからイノベーションが必要だ、えー、ですから多様な人材が必要とされているということですよねそれからあの一元に秀でている、まあ、特殊な能力を持っている。 とかですね、そういう人たちをしっかりとすくい上げなければいけないということが、あの今、課題とされている中では、やっぱりこの制度そのものをです、ね、やっぱり考えていかなければいけないんではないかというふうに思います。ですから、まあ、この本来の趣旨から考えるとです、ね、能力があるのであれば、えー、高校卒業で18歳を待つこともなく、まあ、大学にも所属してよいという考え方もできると思いますし、まあ、例えばそのお将棋の世界でも奨励会っていうのがありますよね。で奨励会はあの小学生とか 中学生と実力からもどんどんどん進んで、えー、所属しているということなので、例えば義務教育中であっても、その大学に所属するとかですね、そういったこともこ考えていくべきなんではないかなというふうな疑問を持っています、でこの特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する教育、これはあの米、あのアメリカではこれギフテッド教育という言い方をしていますけれども、我が国でも学習指導要領に対応する留意事項として公式に扱われるようになりました。 文部科学省の見解としてはです、ね、得意な才能のある児童・生徒の能力を伸ばしていくには、まあ、大学や民間団体等が担う役割が大きいと考えられるという見解が示されています。そこで,です、ね、これ、まあ、今、大学も非常に多すぎるという声も聞かれているわけですけれども、まあ、大学それぞれがです、ねまあ、多様な人材の獲得、まあ、特化していくというようなことも踏まえて、このギフ,ギフテッドの児童・生徒が能力を発揮できる場として、 高等教育機関をです、ね、もう一度あの、再度位置づけるというようなこと、検討されてはいかがかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか森田審議官お答え申し上げます、あの特定分野に得意な才能のある児童・生徒を含めた学生以外のものに対して、対応で幅広い学習機会を提供するということは意義のあることと考えております。 あの先ほど申し上げた飛び,飛び入学の制度も、まあ、その一環でございますけれどもそれ以外でも、えー、大学において当該大学の学生以外のものに一定の科目のを履修する機会を認めてその履修成果に単位を与えることができる科目等履修制度という制度を設けておりまして、えー、高校生もこの制度 活用して大学の単位を取るという実態もございますこういった制度を活用して大学による教育研究の成果が幅広い層に提供されるようにしてまいりたいと考えております柳瀬委員 そういう一部の制度はあるわけですけれども、まあ、その今、現状の大学での,ですのです、ね、飛び級の入学制度というのは、えーまあ、制度としては存在しているけれども、まあ、ほとんど利用されていないというものだというふうに聞,聞きました。えー、でこれはその高校側で、まあ、必要な対応ができていないからだという側面もあるというふうに思いますけれども、えー、先ほど申し上げたようにです、ねまあ、小学校、中学校、高校の生徒であるけれども、やっぱりもっとそういった高等教育 教育をですね学びたい、研究したいという、それだけの能力を持っている人に対して、ですねそういった教育を提供するという場、これをもっと活用していくべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか森学習基盤審議官。 に得意な才能のある児童・生徒を含め、すべての子どもたちの可能性を引き出すために、個別最適な学びと共同的な学び、これらを一体に充実させていくことが必要だと思ってございます。このため、文科省では、理数分野に特に意欲や突出した能力を有する小中学生を対象にいたしまして、大学等が特別なプログラムを提供し、その能力のさらなる伸長を図るジュニアドクター育成塾、授業でございますが、これを実施しているところでございます。 また、加えまして高校生に対しましては、卓、え、越、ー、した能力、意欲、能力のある生徒を対象に、大学が特別なプログラムを提供し、傑出した国際的科学技術人材、えー、これの育成を図るグローバルサイエンスキャンパスというものを、これも事業でございますが、実施しているところでございます。さらに高校段階におきましては 生徒の能力、特性、適性や興味、関心などを踏まえまして、大学、高専、専修学校、こういった学外において学習を行った場合、あの校長の判断によりますが、高等学校の単位として認定することもできるようにしてございます。 えー、さらにあの義務教育も含めまして、いろいろとご指,ご指摘がありましたが、えー、現在、特定分野にあの得意な才能のある児童生徒に対する学校における指導支援の在り方、ギフテッドも踏まえまして、えー、こういった指導支援の在り方につきまして、有識者会議で専門的な検討を始めたところでございます。文科省としては、デジタル時代の進展も含め、また新しい時代にふさわしい学びの在り方について、必要な検討をしっかりと進めてまいりたいと思います。山 あのぜひあの必要な検討をしていただきたいというふうに思いますけれども、あの野田大臣ですね、あの今のは、あのまあ、ちょっと文科省の話なんですけど、やっぱり文科省がなかなかこういったですねあの、まあ、過激なというか、あの規制改革っていうのを多分踏み出すことはなかなかできないというふうに思うんですね、でそういったものをやっぱり突破していくのが、この規制改革、まあ、構造改革もそうですし、まあ、国家戦略特区もそうですし、えー、だというふうに思います。あのぜひですね あの、まあ、この大学の編入学の。このほころびをですね、正すと、いうこと、極めて重要な、あの、今回の法案だというふうに認識をしていますし。まあ、これは素晴らしいことだと思うんですけれども、ただ、それにとどまらずですね。やっぱり、抜本的な、これ規制改革にですね、チャレンジしていくと。いうこと、ぜひやっていただきたいと思います。だから、例えばですよ、これ、あの。今、ジャストアイデアですが、岐阜、岐阜県、あれ、岐阜県ですよね。え、あの、柳ケ瀬柄の岐阜県ということで、え、そうですよね。あの、岐阜県で。例えば、これ、あの、江戸改革特別特区でですね。 もうこれは飛び級し放題の特区ができれば、ですねそこに有意な人材は集まりますよ、明らかに。あのやっぱりなかなかあの吹きこぼれ対策ができていない中で、あの有意な人材がこうどうやったらあの高等教育を受けられるかなということを、みんな悩んでますよねで、それに対してうまく提供できていない、うまく活用できていない、だからが外国に行くという方が非常に多いわけであります。先ほどのあの 京都大学の教授の例も、結局、アメリカの大学に行って飛び級して、才能を発揮されているとなっていると思います、ですから、地域の活性化ということもそうですけれども、これは日本の国益に資するですねあの規制改革、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、何かコメントございますか野田内閣特命担当大臣。 質問通告ございませんので、あの大臣としての,あのコメントということよりも、あの今、飛び級の議論がござい、少ししゃべって大丈夫ですか、あの議論ございまして、私も振り返ると、私自身は大学9月入学、あのアメリカの高校を出てその、そのまま9月に、ここには出てない、飛び級ではなかったんで、9月入学をして、えー、まあ今に至っていて。 でなぜかなと今考えたら学校教育法の中に入っ当時入ってなかった学部まあ常備大学なんですけどそこに入学して卒業するときにはその学校教育法の学部に認定されてたのかなっていうふうに今思いましたあのいろんな様々ざまなあのあの調整はあの今後必要だと思いますあの多種多様な人材を求めていく中でまあ確的なあの。 ことばかりを進めてきては、やはり経済もそう、文化もそう、立ち行かなくなることは、誰もがこう、予見をされているところなんで、あの積極的にあの取り組んでいきたいと思っています。 あの今回、この法案で、懸、えー、案の,その省庁の垣根を超えたあの学びの在り方というのが一歩進んだわけですから、今後ともこの前例に倣ってです、ね、でさまざま多様に教育が広がっていくことを期待しますし、岐阜ではあの、まあ、ギ,フトでギフトってと同じぐらい大切なその不登校の子どもたちのための,あの中学校というのができたばかりです。やれれればでできるとということで、まあ、あのそれぞれ長寿主体が あの、子供のため、次の人材のため、様々な多様な教育のその環境整備をすることは極めて重要だと思っているので、あの、私も微力ながら大臣として取り組んでいきたいと思います。柳川先生あのありがとうございます。非常にあの力強いお言葉をいただきました。あ,ありがとうございます。あの是非この規制改革を進めていただきたいというふうに思うんですけれども、あのそういう意味では、今回の構造改革特区についてもですね。あのまあ、やっぱりあのこれは？ 各議員がこれまで指摘してきたとおりです、ね、やっぱり小粒になっているなというところは否めないというふうに思います、でこれ5年の5年ごとにですねこれ見直すということになっているわけですけれども、これ、えー、なぜかと言ったならば、まあ、提案を集中的に促すと。 いうこと、これが目的であるということで、その五年ごとに期限を区切っているということだというふうに思います。ただですね、これ、まあ五年ごとにまあ点を集中的に促すという効果がですね、もう極めて薄くなっているのではないかというふうに思うわけですけれども、この点についての認識はいかがでしょうか。えー、三浦審議官。 はいあの、この5年間の期限の趣旨については、あのご指摘のとおりでありまして、あのこれ集中的にあのその期間にあの、地方公共団体や民間事業者などによる提案を促す、そしてあの5年後の見直しの際に、その状況を検討に反映させることを目的としているということでございます。であの確かにあの結果的に見ますと、あの延長続けてきて、えー、おります。えー、ただあの、これは 自動的にそうなったとか、あらかじめそう決まってたということではなくてですね、えー、これは期限通りに終了する可能性も、まあ、常にあります。まあ、がって、あの、えー、提案を終了的に話す効果については、まあ、あの、これは全くないかというと、あの、一定程度は、あの、あるんだというふうに理解をしています。で、あの、反面ですが、えー、 経済社会の状況変化に伴って、新しい提案や特活用ニーズというのが、これ、まで5年経って現れるということはあると思います。まあ、その際、期限だからということで、機械的にやめるということではなくてですね、まあ、むしろあのそうしたニーズを受け止めて、経済社会の構造改革、地域の活性化というのを進める方が、この制度の目的に照らしては、より望ましいのではないかということでございます。であのまあこうした考え方の下で今回も あの実際あの、先ほど来、研究出ておりますけれども、アンケートを通じて、地方公共団体の方のご意見、お考えを聞き、まあ、あの延長のご希望なども伺いました。まあ、そうした中で、今回あの、令和9年3月31日までとなりますけれども、延長をお願いしているという形でございます。柳瀬委員 あのやっぱりスピード感が大事ですよね、それとあと内容をしっかりとこう精査する必要もあるというふうに思います、であのこれ、前回、ですね、えーまあ、私、この委員会ずっと所属しているわけですけれども、この構造改革特区の質疑したのは2019年11月29日の地方創,創生消費者特区ということなんですけれども、この時もですね改革がスピードアップしていかないとで、出ている案件も小粒だということを指摘をさせていただきました、でこの構造改革特区は、やっぱり国家戦略特区、まあ、総合特区と並ぶですね、 規制改革においててはは極めて強力ななツールでであるはずなんですよね、えー、ただ、それがあのなかなかです、ね、これが進んでいかないということに対して、ままあ、大臣にお伺いしたいわけですけれども、これ、今のこの構造改革特区の在り方についてです、ね、どのような認識をお持ちなのか、これをもっと活性化していくといことが必要なんではないかというふうに思うわけですけれども、この点の認識をお伺いしたいと思います村内閣特命担当大臣。 規制改革を進めるにあたって、この構造改革特区制度が強力なツールの一つであり、積極的に活かしていくべきであることは、もうまさにご指摘のとおりです。他の規制改革ツールと比較しますと、今おっしゃった国家戦略とか総合特の構造改革特区制度は地域活性化を目的としていて、すべての自治体が使えるという特色があります。 で構造改革特区制度の効果を高めるためには、まあ、地域の実情や提案に、まあ、しっかり耳を傾けて、必要な規制の特例措置を講ずること、そして制度全体を地域が使いやすいものに絶えず改善していくことが大事なんだと思います。まさにあの今回の改正案でも2つの特例措置を追加するとともに、方公共団体の情報提供の規定を設けることとしています。特にあの地方公共団体の情報提供規定は 制度の活用は可能になる具体的な事例、過去の特区活用による成功事例など、情報提供があれば、えー、特例措置の提案や区域計画の認定申請の参考になります。構造改革特制度の積極的な活用に資する旨の、まあ、地方公共団体の意見を踏まえて、まあ、今回、設けるということになりました。今後ともあの地方公共団体が構造改革特制度をしっかり活用して、地域の活性化に取り組んでいただけるよう、まあ、私たちも、 超公共団体に寄り添った形でしっかり制度を進めていきたいと考えています。柳瀬委員 ありがとうございますあの、まあ、答弁としてもそ,そこまでかなというふうには思うんですけれども、あのこの規制改革をですねあのしっかりとこう推進していく上で、私たちは2対1ルールというものを提案をさせていただいております、まあ、これ、菅さんもこれに言及したこともありまして、えーまあ、事前規制から自己チェックに移行していくということ、そのための手段として2対1ルールということで、規制を新設することを規制するということですね。でですからこれ構造改革特区で今、まあいろんな ろんなあのこの特例措置が出てきていますけれども、えー、ただその一方で,です、ね、逆に規制がポ,ポコポコできてるわけですよね、できてるわけですよ。だからこっちの規制をです、ね、なくして、あの使い方が良くなったなという,ふうに思ったら、こっちの方から規制がどんどん湧いてきてです、ね、逆にこっちの方も使い方が悪くなっているということの中で,で、規制改革を進めていく強力なツールとして、1つの規制を作るのであれば、2つの規制を廃止しなさいよと。 これ経済的価値の一つ、二つという言い方をしているわけですけれども、これ、トランプ大統領がですねアメリカで実践をして、非常に大きな効果を上げたというものであります。ぜひ、この2対1ルール、検討していただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解をお伺いしたいと内閣特命担当大臣。今回、ご質問いただきましたので、ああこれ、実はまあ規制改革。 の担当の立ちな、なんて申し上げましょう。本来ならば、その所考えというのか。だけど、まあ、特区を担当しているということで、あの、答えてというご要望いただきましたので、改めて、ちょっと二対一ルールというののおさらいを自分なりにしました。で、まあ、一般論になりますけれども、申し上げれば。 あの柳瀬議員ご指摘の2対1ルールは、さまざま海外の国々で導入されている行政手続きにおける国民事業者等の負担軽減を図る上での一つの手法であるとあの承知しました。国ごとに行政組織や法体系などが異なっております。 で規制をどのように見直していくべきかは、やはり日本の制度、我が国の制度、状況に応じて、まず、あ、ら工夫して設計していかなければならないものと認識しているところですで。私の所管する構造改革特区や国家戦略特区などの特区制度は、規制の特例措置の活用を通じて、 規制改革のの推進をすするものですこうしたまあ特区制度の推進を通じて、行政手続きにおける負担軽減を含めて、経済社会の活性化にまあ努めて引き続き進めてまいりたいと考えています柳瀬委員ありがとうございましたあの。構造改革特区も国家戦略特区も、規制改革の一部ですので、私はそれを分けるのではなくて、規制改革全般をです、ね、しっかりと担っていただきたいというふうに考えております。ありがとうございました